今日はすっぴんなのでスクショしないでください。あの寝る方は寝てください。さっき遅いのでもう私ももう寝る。昨日の配信のおかげで今日ブロッコリー食べた。お、肌きれいになりますね。前髪自分で切ってんのって、うーん、美容室行った時は美容室できるけど、もう時間ない時とかは自分で切る。フライデーゲットしたよ、最高やった、ありがとう。そう、今日発売やから。こんばんは。課題やって休憩中に配信来たから嬉しすぎ。え、頑張って。フライデーはメガネです。メガネの方は なかった気がする。写真集はある。フライデー見てた、最高。今日配信ないと思ってたから、ご褒美配信、そう今日配信やる予定じゃなかったんですが、別にだけどね、もう寝ようって思った時にまだ11時半だったから12時までなんですよ、配信ができるのが。そうそう、一件あるからそっちゃん見て頑張ろう。おお、頑張って、ファイト。最近もバメ強い。あ、さっきもバメ送ったばっかり、10分ぐらい前に送った。A チームのレッスンは順調ですかって、曲数で言えばまあ結構いい感じかな、多分。つーちゃんに会いたいなと思ってた。私もみんなに会いたい。寝る前にすーちゃん見ていい夢見ると思う。スメレが夢に出てきたらどういう感じで出てきてほしいですか。友達、彼女。昨日2番目のドア公園行ってありがとう、嬉しい。彼女ガオってされる夢。それ動物ってこと、ライオンってこと。出てきたけど振られた、どんまい。眠たいです。いや、そんなに眠くない。ブルーライトカット仕様のメガネじゃないんです、これは全然普通のおもちゃメガネなんですが、ブルーライトカットも持ってるよ。青チャイナで出てきて、あんなんもダメダメ。こんばんは。妹にスーちゃん見せたら可愛いって言ってた。えー、嬉しい。妹さんは趣味がいいですね。夢に出てくるならもちろん嫁が朝ごはん作って起こしてくれるやつ。おお、あのあれみたい、すみれが冠ライブの時に作った映像みたい。あれさ、ずっと見てたら夢に出てくるんちゃう。群の鳴り余韻がすごくて夢に出てきた。うそ、ヘイヘイヘイグーグーグー、てて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 て
とんかつ食べさせてあげたい。とんかつね。かわいくない？この水色。おキャワでしょ。パジャマですよ。まあ部屋着くらいから水色分かる。確かに私の画面ではめっちゃ水色やねんで。なんかこれスミレがさ見てる感じとさ、みんなが見てる感じ多分違うねんな。水色やの。グレーじゃない、水色。ミキベースのパーカーじゃない。こういうやつ。下はお揃いの短パンで、あの紐のとこがリボンになっててかわちいんですよ。パーカーで寝るのって。まあこれで寝るか寝ないかはちょっとノーコメント。自由じゃない。おすべりおすべり気に入ってるやん。鼻かゆい。あれかわいいよな、あのさ若ぽんさんがあの最近のグラビアで着てたあのカルバンクラインのあの上下セットの水着じゃないね、下着みたいなやつ。あれめっちゃ可愛かった。あれ私も欲しいと思ったか買おうと思って。普通にあのグラビアじゃなくて普段着たい。そうピンクのやつ、あれピンクじゃないやつがいい。普通にプライベートで着たいから買おうと思いました、あのセットアップ。あれ可愛くない、あれ着てる女の子めっちゃ良くない。まあでも皆さんに見せることはないですね。買うならでも黒か白かグレーやな。送ろうか、多分送られへんで下着は。さすがにお洋服はね。ってだって怒られんでスミレがそんなしたら。見せるわけないでしょ。流行ってんの最近グラビアで、ああいうちょっとさスポーティーな感じの何やつ着るの。かわいい、めっちゃ。すっちゃんにお洋服送りたい。もう何どんなが似合うかな。でもお洋服送ってくださる方すごい嬉しいですよ。ありがとうございます。あれに上着で外ある。え、あのこういう服知ってる、なんかこうこうなって袖があってさ、こうここがないねん、こういうやつ。なんかここにこうなっててさ袖だけあるみたいな服。あれすごくない？着る勇気ないけど。なんていうあの名前わからへん。わかるって、わかってくれた。寒い。今日オンラインショップの方で買ったスーちゃん T シャツ届いた。あ嬉しい、ありがとう。ミカナのグラビア、え、もう私はもう撮影時のオフショットを見てますから。8月に撮ったブブカさんのオフショットを送ってもらってるんで。穴開いてるってか分からんけど、前髪伸びた、分からん、昨日切ったばっかり。
お話し会のサインとどお、ありがとうございます。受け取ってくれたのね皆さん。8月にとって1月末発売、そのいやそれはない。普通はね、だいたいいつもは1ヶ月ぐらい前に撮影して発売が多いですね。長くて1ヶ月半とか2ヶ月とかかな。写真集とかもっとかかるけどね。あと半年で二十歳になる、過去不安。もうな、何も変わらんですよ二十歳になっても。お風呂入ってた2時間過ぎてた、まだ夕飯、もうそれ食べずに寝た方がいいんちゃう。こんばんは、もう終わっちゃうねんけど、こんばんは。写真集ってどれぐらいかか、普通は3ヶ月とかじゃないかな。私の場合は7月中旬に撮影して12月発売やったから、めっちゃ期間空いたけど、半年ぐらい空いて発売やったけど、普通は3ヶ月前とかかな。2ヶ月とか、2ヶ月はないか、3ヶ月ぐらい。あ、モバメ来たって。来た？2番目のドア公演で一番好きな曲は、私は未来が目にしみる、好きです。目にしみてもちゃんと見ろよ、どんな眩しくてもあれが未来なんだっていう曲。こんばんは。グーの音やるの立候補し、いや立候補っていうか、なんかね、どうしてもね、曲のあのあれとメンバー的に新しく覚える子が何人か出てくるってなった時に、まあ、私グーの音はやったことあるじゃないですか、コンサートとかワンハーフだけどとか、まあイメージ的にグーの音ってなったかな。モブメがまだ来ない。あら、写真集追加になるか、追加増刷したいね、2回目の二十歳越すと1年が過ぎるの早く感じるから、ちょっと注意してください。やだな。完璧、じゃじゃん、グーのね。眠そう？そんな眠くない。バイト頑張っててください。バイト頑張って。あ、もうすぐ言ってる間に12時。くれ。あ、15分経った。昨日中学生だったのでもうただ、いやそんなん嫌や。ピュオットドアさんのモデルね、またしたいですね。したいですね。納豆小粒と引き割りどっちが好き？どっちが特にないけど、小粒の方が食べやすいかな。レンズないんかい、一応ツッコミ。嬉しい。買いました、小粒に決まってる、小粒に決まってる。すき焼き、すき焼とすき焼きどっちが好き？ギリ好きや。
あ、でもすき焼きも好き。選べへん。お疲れ様です、お疲れ様です。みんな今日なんでくらいの？もう寝るからですよ。寝るとき電気消すでしょ、みんな。何やその、どんな顔してたすみれ。すみれすき焼き、すみれのことみんなすき焼きなん知ってるから。みかには納豆食べる。どんなんやろ。嫌いそうやけど意外に好きそう。フライデー見たよ、ありがとう。知られてたかって、ちょっと怖いか。さっきランキング読んでもいい？切れたら怖いから読ませてください。今のもう終わっちゃうけど、ランキングさっき読みます。13位、ゆすりるさん、ありがとうございます。12位、おぎおぎ、ありがとうございます。11位、てつみやさん、ありがとうございます。10位、ゆうすきーさん、ありがとうございます。9位、てんこさん、ありがとうございます。8位、みぞっちさん、ありがとうございます。7位、ケルフィニさん、ありがとうございます。台湾、あ、違う、香港だった、失礼しました。香港、ありがとうございます。6位、ゆっきーさん、ありがとうございます。5位、スノッチさん、ありがとうございます。4位、タカさん、ありがとうございます。3位、元気くん、ありがとうございます。2位、アキピロマン、ありがとうございます。1位、トヨタン、ありがとうございます。ありがとうみんな。みんな寝ましょう、寝ましょう。アザーカットもっとだって出してほしい。スミレもな、これ入れてほしいっていうカットをさ、未だにまだ出てないんですように。だからね、なんかね、なんかの機会で出したらいいな。あとは撮り下ろしのグラビアがやりたいですので、皆さんアンケートやにご協力してください。まだ今年なんか表紙で出てないんですよ、雑誌に。お疲れ様です。別冊ね。でもまだ嬉しいお知らせ、1月にするって言ってた嬉しいお知らせ、ちょっといつできるかまだ分かんなくて、ちょっと先延ばしになっちゃって申し訳ないんですが、また情報解禁したらするまで楽しみにしててください。来週のお話し会も楽しみに。お、ありがとう。あ、そうそう、女子向けって言ってたやつ、ちょっとね、もうちょっと先になりそう、わかんない。どのぐらい進んでるかちょっと私もまだ把握しきれてないから。ナンバトルレオパージュの応援よろしくお願いします。皆さん電気消してる、隣の部屋はつけてる。グラビア今年撮ってない？どうでしょう。日めくりカレンダー作った写真いっぱい。毎日めくるのめんどくさそう。レオパージュ最高。あ、ミカニャンからメール来た。ヨッパージュ、ありがとう、推し、うれち。じゃあもういつか切れちゃうので、いつか切れちゃう、おやすみでさっき言っとこうと。おやすみ。ラブラブかよ。さっきエヴァ見ました、感想をカレンタに送りました。LINE したの。おやすみ、おやすみみんな、おやすみ。
と5分で切れます。あ、そんなある？うそん、来んない？なぜかカレンタンとこの間エヴァの話してて、それでね、見てたよって送った。あ、そう、さっきテレビでやってたやつ、映画の、映画やんなあれな。おやすちゃん、おやすみ。でもアニメ見てないからさ、あんまりちゃんと細かく分かってない。おやすみなさい。おやすみ。おやすみ、おやすみ、おやすみ、おやすみ。はい、みんなおやすみ。おやすみ。時計の針の音。おやすみ。あと3分もあるんかい。長いわ。嫌やな、こんなすっぴんでなんか ASMR とかやな、恥ずかしいからやめよう。耳かきしてください。耳かき人にやってもらったら危ない。すみれがやったら絶対もう奥まで。あ、ごめん。なる。すみれは彼女、それはそう。長くなっちゃった。それは危ないやろ、だからやらん方がいいですよ。頑張れ。頑張れって言ってほしい。頑張れ頑張れ、みんな頑張れ、私も頑張れ。時計の音聞こえる。夢は逃げない。そうですよ、あと2分。明日何するかはちょっとモバメに送った。鼓膜の一つや二つは構わんくないですよ、二つしかないのに。笑顔、私も自分は笑顔の方が可愛い、真顔より。だからいっぱい笑っとく。ざまくらしてく、重いので逆にしてください。頑張ってみんな。あ、初見終わっちゃうね、ありがとうみんな。おやすみ。します。こちらこそ、明日も頑張り、明日土曜日やん。え、明日土曜日、おやすみ。